そんな感じですはい、本日はご多忙の中お集まりいただき誠にありがとうございます。11時になりましたので、これより阿部大成選手、プロ契約締結記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。会見に先立ちまして、登壇者の紹介をさせていただきます。向かって右手の方から、鎮西学院高等学校、校長先生の、川崎健様です。そして阿部大成選手です。ビファーレ長崎テクニカルダイレクターの竹村義也です。ビファーレ長崎アカデミーダイレクターの森安博です。はい、ではお座りください。はい、本日の流れですが、それぞれ登壇者の4名から、挨拶をいただいた後、その後まとめて質疑応答、そしてフォトセッションを実施させていただきます。では早速ではありますが、阿部大成選手、より、今回プロ契約を締結することになった阿部選手より、ご挨拶を申し上げます。阿部選手の紹介をさせていただきますが、阿部大成選手は2004年生まれの現在17歳です。小学生の頃からビファーレ長崎アカデミーに所属して、去年2021年には、プレミアリーグ九州でクラブ史上初の優勝に、貢献をいたしました。2020年2021年と、トップチームに、出場できる2種登録に登録され、2021年の5月の、明治安田生命 J2 リーグ第16節のレノファ山口戦で、J リーグデビューを果たし、2021シーズンのリーグ戦3試合、天皇杯2試合の計5試合に出場しております。それでは阿部選手、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。今回は僕のためにこのような会を開いていただきありがとうございます。今回は、今年は、2種登録ではなく、プロ契約として、プロとして、活動することになりました。そして、去年と違って、プロということで、しっかりその自覚を持って、挑戦という自分の中でもしっかりテーマを持ち、
まあ、チームの J1 昇格に向けて貢献できるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、リファーレ長崎テクニカルダイレクターの竹村芳也より、阿部選手に期待している点やトップチームにどういう心境を期待しているかということについて話していただきます。よろしくお願いします。竹村です。よろしくお願いします。まずはこの間に、クラブとして、阿部選手との契約締結できたということに関してはすごく嬉しく大変光栄に思っています。でクラブビジョンとして、クラブのビジョンとしクラブのビジョンを一緒に賛同し続けていただいているまずはこの場を借りて自然学園高校にお礼申し上げます。でその今クラブがアカデミーにすごく力を入れている中で、阿部選手 のプロ契約締結というのはすごく嬉しいことですし、確実にクラブを、レベルアップしていっている証拠だと僕は思っています。これがまあ継続して今後また毎年一人ずつでもアカデミーからトップに昇格していただければなと思ってますので、それをまあ背負ってプロになって戦っていく姿を阿部選手が下の世代に見せていくということが今後の、阿部選手の課題なんじゃないかなと僕は思っています。で、まあ、本人が高校生でありますけどプロになった経緯はより本人の成長を考えて、より強度の高い場所でプレーさせるっていうところを考えて今回プロ契約にしました。本当にこうまだまだ高校生ですけど、本当にこのビファーレを背負っていかなくちゃいけない、選手の一人だと思ってますんで、皆さん期待してください。僕からは以上です。ありがとうございます。続いてビファーレ長崎森安アカデミーダイレクターより、普段の阿部選手のアカデミーでの様子や阿部選手のプレースタイルについてお話をいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。アカデミーダイレクターをしてます森保と言います。本日は、お忙しい中阿部選手の、このような会見させていただきありがとうございます。ジニア学院校長先生ありがとうございます。阿部選手に関しましては、まあ、こうやってプロ契約ということで、まあ、先ほど阿部選手の説明にもありました、小学校3年生から、ビファーレのアカデミーで活動しております。小学生の時は、まあ、全国大会を経て、あとジュニアユース、中学生年代では J リーグの、J リーグ選抜で、まあ、海外遠征だとか、そういった経験もさせていただいてます。で、中学校3年生の時には、プリンスリーグにも、もう参加、出場したり、あとは国体ですね、長崎県の代表として、中3の時に、まあ、10番を背負って、国体にも参加しております。で高校になってからは日本代表というですね、やはりその年代での最高峰でプレーさせてもらいながら、またトップチーム日々トレーニングさせてもらいながら、まあ、今まで、まあ、本人が持ってるやはり左足の技術とはやはりゲームの中でその状況を判断しながらプレーできるっていうところが、まあ、彼の一番いいところでもあり、やはりその強度っていうところで日本代表だったりトップチームっていう高いレベルで日頃やらせてもらってるっていうところが彼の今の成長につながっていると思います。それでこう、今回プロ契約っていうところにつながっていると思います。もう私が見る中で、まあ、性格プレー以外の性格というところではやはり人懐っこくて、まあ、誰とでもやっぱコミュニケーションをしっかり自分から取りに行けるっていうところが一番のやはりストロングポイントだなと、思っております。で代表に行った時も中村健吾アドバイザーにも自分から話しに行って30分ぐらい、まあ、話をしていただくというエピソードとか、そういったところがやはり向上心もあり、まあ、今後やっぱプロの厳しい世界で戦っていく中で、まあ、必要な部分だと思ってます。まあ、本当これからが勝負だと思うので、まあ、我々も陰ながらですけどしっかりサポートしながらプロ生活っていうところを楽しんでもらいたいと思っております。
私からは以上です。ありがとうございます。それでは最後に鎮西学院、高校の、川崎校長先生より、普段の学校での様子や学校としての思いを、お話しいただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。まずはじめに、このような、流行る機会にですね、ご招待いただきまして誠にありがとうございます。それから、本校の教育方針にご賛同いただきましてたくさんの選手を預けてくださっている、ビファレン様に、この場を借りて深く感謝を申し上げたいというふうに思います。ビファレン長崎さんとはですね、2013年アンダー18カテゴリーを設置した時からのご縁がありまして、今年までに75名のアンダー18の生徒さんを扱ってまいりました。本校としましてもビファレン長崎さんの人間力の育成、サッカーの技術だけによらない人間力の育成に重点を置くというそういう姿勢に共鳴をいたしまして、協力をさせていただいております。その中で私自身校長としてこのように会見に臨ませていただくのはもう3回目になります。江川雄生君、佐々木田雄生君に続いて今回の阿部大成君です。ビファレンのアンダー18の生徒さんたちは本当に文武両道でよく頑張っています。トップチームに上がれる選手は毎年1人ずつぐらいですけれども、それ以外の選手もですね、本校のいろいろな推薦制度を利用して同志社大学であったりとか関西学院大学あるいは国立の金谷体育大学とかですね、そういった非常にレベルの高いところにほとんどの選手が進学をしております。その中でこの阿部君ですけれども、江川君、佐々木田君と違ってこの高校2年生の時点でプロ契約をするということで、これはやはり本校はたくさんの部活動が幅広く活動をしておりますけれども、その全ての部活動の生徒たちにとっても大いに励みになりますし、また大きな誇りにもなるというふうに思っています。阿部君に関しましては私は直接関わっておりませんので担任に少し様子を聞いてまいりました。担任曰く、本人の周囲にはクラスメートが常に集まり男女関係なく周囲と良い人間関係が作れている。担任が配布物や重たいものを持っていると変わりますと爽やかに声をかけてくれたりもする。特別な性格やすごいことをするという印象よりもまさしくスポーツマンという言葉が当てはまるような好青年であるというですね、評価をしておりました。また学習面におきましてはトップチームとの練習の兼ね合いでですね、毎日出席するということが難しい状況にありますけれども、授業には積極的に参加をして必死に学力を高めようとする姿が見られ、習っていない内容でも懸命に点数を取ろうとする努力をしている。定期テスト前は放課後の時間を使い教科担当へ質問に行くなどやるべきことがきちんとできるというですね、話を聞いております。やはり、本校は教育機関ですので、社会の中にサッカーがあるというその順番をですね間違わないように、生徒たちには伝えていきたいというふうに思っております。ただそう言いましてもやはり阿部君は、ビファレンのみならず、長崎県の宝であり、そして日本の宝であるというふうに思っておりますので、できる限りのですね、配慮をし協力をして、立派なバランスの取れたサッカー選手になれるよう、少しでもお手伝いができればなというふうに思っております。先ほど申しました卒業生と一緒にですね、ピッチに立つ日を心待ちにしております。ぜひ頑張ってほしいというふうに思っています。ありがとうございます。それでは質疑応答の方に移らせていただきます。まず代表質問、としまして NIB 長崎国際テレビの、川内さんからご質問いただきます。よろしくお願いいたします。はい、
NIT 大谷ガーデンズを獲得しております川内と申します。阿部選手、この度は協定締結おめでとうございます。で、まず率直にこのプロ契約を結んだ今の素直な高校生としての気持ち教えてください。素直に、まあ、嬉しいっていうのはそうですけど、まあ、プロになったからには、まあ、その自覚を持たないといけないですし、まあ、ここから厳しい世界に入っていくので、まあ、もう一つ、なんていうんですかね、成長できるように、まあ、自分も含めて、まあ、いろんな人に聞いたり、もっと成長できるようにしていきたいなと思ってます。まあ、昨年、J リーグデビューも、果たしてはいます。で、数試合プロの、ピッチに立ってみて、実感したこと、もう一つ課題それぞれ教えていただいていいですか。まあ、実際にピッチ立ってみて、まあ、思ったのは、まあ、やっぱりその練習と違う緊張感というかがあって、やっぱ試合になると、まあ、どうしても視野が狭くなったりっていう部分があるので、まあ、そのピッチに入って、まあ、できるように練習からやらないといけないですし、まあ、そのピッチに早くなれるっていうこともそうですし、まあ、たくさん経験を積んでいきたいなと思ってます。プロ生活がスタートしますけども、改めて阿部選手の、持ち味、ストロングポイントは、どういったところになりますか。で、やっぱり、まあ、ボールを持った時の、やっぱ左足で持った時だったり、まあ、そのボールない時でも、まあ、その常にチームに声をかけたり、まあ、そのチームに与える影響っていうのを、まじ、結構意識していて、まあ、声をかけるところだったりっていうのは、まあ、これからもやっていきたいなと思います。まあ、プロに入ると、熾烈なポジション争いも、もう年齢関係なくあると思いますけども、阿部選手自身はどのポジションで勝負をしたいなと思ってますか。まあ、やはり今までやってきたボランチで勝負したいなと思ってます。で、ビハレには、多くの左利きの選手たちがいます。まあ、昨年までは鎌田選手もいましたけども、この同じレフティの選手たちから何か学んだものってありますか。やっぱり左利きということで、まあ、持ち方だったりっていうのはすごく学んでいて、まあ、常にすぐ蹴れる位置だったりっていうのはどういうことを意識しているのかっていうのは常日頃練習から聞いています。もうあと数日でチームも始動して、キャンプにも入っていきますけども、まず、プロ初のこの練習として、どういった、トレーニングを積み重ねていきたいなと思いますか。まあ、練習から、まあ、その常に試合に絡んでるイメージで、まあ、自分を、まあ、すぐというか、まあ、表に出す、どんどんアピールして、まあ、試合に絡んでいけるように、まあ、自分が、まあ、チームを引っ張るんだという気持ちを持って、まあ、1年目ですけど、まあ、やっていきたいと思います。昨年は17歳になる直前、16歳で J リーグデビューを果たしましたけれども、6月の18歳の誕生日まで、17歳のうちにこれは成し遂げたいなっていう何か目標ってありますか。その誕生日になるまでに、まあ、プロで、まあ、そのピッチに立つっていう目標は、まあ、持っていましたし、まあ、今年中に、まあ、プロになるっていう目標を守っていましたけど、まあ、達成できたのでもっと上のところを目指してやっていきたいと思います。今日はご家族も来られてますが、このプロ契約決まった時、何と報告してどういった声をかけられましたか。そうですね、プロを契約することができたよっていうことをまず声かけて、まあ、ありがとうっていうのは伝えました。まあ、ちっちゃい頃から、まあ、その小3から約6年半ぐらい諫早まで、まあ、その送り迎えだったりっていうのは毎日してもらったので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この、小学校3年生から在籍するこの長崎のアカデミーで一番学んだこと、自分が成長したなと思うことはどういったことでしょうか。
やっぱりその技術面でもそうですし、まあ、その人間というところで、まあ、ちっちゃい挨拶だったり、まあ、その、まあ、ちっちゃいことの積み重ねがやっぱりそのプレーに出るっていうことを、まあ、このアカデミーで学んだので、まあ、それはそのちっちゃいことを、まあ、積み重ねで、まあ、これからもそのちっちゃいことを気にして、まあ、ゴミを拾うだったりそういうことを積み重ねて、まあ、プロでもやっていきたいなと思います。ありがとうございます。アカデミーディレクター森保さんにお伺いしますけども、今阿部選手自分でこのアカデミー時代で成長したことを、言っていただきましたけども、森保さんから見て、感じるこの阿部選手の成長というのはどう感じられていますか？本人の成長に関しまして、私が初めて見たのは小学校4年生の時から、その時にすごい選手がいるとはっきりと思いました。で、まあ、この選手がプロにならなかったら我々指導者の責任だなというぐらい、はい、まあ、第一印象衝撃を受けたっていうのはありました。で、やはり先ほど本人も言ってました、校長先生からもありました、やっぱ周りを配慮できて、やはりしっかり自分でコミュニケーションを取れる、やっぱり挨拶、ちっちゃいことなんですけど、その挨拶をやはり笑顔でできるっていうのは、まあ、彼のいい部分かなと。やはりそれを応援してくださる方がいっぱいいるっていうことは、やはりその第一印象だったり、そのちっちゃいことっていうことをですね、積み重ねていってる選手だと思います。なので、まあ、アカデミーでももちろん阿部選手だけではなくて、全選手にそういったもちろん挨拶から始まり、コミュニケーションの、まあ、人としての大切な部分なので、まあ、そういった部分をしっかりと育んでいけたらなと思っております。ありがとうございます。続いて竹村さんにお伺いしますけれども、阿部選手にこのプロとして、求めるもの、まあ、具体的にこうどういった選手に育ってほしいなという願望があるか教えてください。そうですね、そうですね、プロ選手になるっていうことはライバルもたくさんいますし、最近の選手に多いんですけど、誰かがこう与えるものではなくて自分から奪い取るんだっていうのが多分プロだと思うので、競争の中で、まあ、先ほど年もありましたけど、まあ、年も関係ないので、ピッチに立てば先輩後輩は関係なく、本当に自分がここでレギュラーになりたいって気持ちを前面に出していってもらえればいいなと思ってます。で、その中で、まあ、大勢は自分のことをはっきり言える選手ですし、まあ、そういったところをやっぱりこうアカデミーからしっかり学んできているという点では本当に楽しみなところでもありますし、あとは、まあ、絶対全てがいつもいいわけではないので、必ずプレーで調子悪い時もあるんですけど、一日一日の練習を多分積み重ねが、ピッチに立っていけれるところになると思いますので、試合に出れないから腐るんじゃなくて、本当にこう高い目標を常に持ち続けて、日本だけじゃなくて世界にっていうところになってほしいなっていう選手だと思ってます。はい、ありがとうございます。川崎校長先生、鎮西学院から、まあ、3人目の、プロ選手配列ということですけども、まあ、先ほども少しおっしゃってましたけども、まあ、在校生、卒業生、今から鎮西学院に入ってくる生徒さんたちにも、こういったプロ選手がこの学校から育っていったというのはすごく励みになると思うんですけども、そういった子どもたち、在校生卒業生含めて、どういったこう力にしてほしいなと思いますか？はい、実は11日が始業式なんですが、そこで私が話をしようと思っていたことを今阿部君に言われてしまって、ちょっと困ったなというふうに思っているところですけれども、まあ、わずか17歳でですね、そういうことに
に気づけるということがやっぱり、他の人と違う、まあ、こういう結果を生んだというふうに思っていますので、やはりいくら私が言うよりもこうやってきちんと結果を出した人が言う言葉の方が生徒たちにとってはすごく響くと思いますので、やはりこれから入ってくる生徒、もちろん今いる生徒たちもそうですけれども、阿部君を目標にですね、頑張れる、まあ、そういうそのロールモデルといいますか、大きなスタンダードができたんではないかなというふうに思っています。ですから、まあ、逆にますます見られる立場になるので、阿部君には、それを、まあ、プレッシャーではなくて励みとしてですね、自分の成長につなげてくれればなというふうに願っています。ありがとうございます。代表から以上です。はい、ありがとうございます。続いてご質問のあられる方は媒体名とお名前、そしてどなたに質問されたいかおっしゃった上で、ご質問をお願いいたします。では挙手にてお願いします。じゃあ長崎市民さんお願いします。長崎市民中島です。中島さんマイク、あ、すいません、はい、長崎市長崎新聞の中島です。よろしくお願いします。改めて阿部選手に質問、させていただきます。阿部選手、何歳の時にサッカー始めて、いつぐらいからプロを目指すようになって、そこがいつ現実的な目標になったのか結構聞いています。まあ、サッカー始めたのは、まあ、年少で、まあ、そのプロをやっぱ意識し始めたのは、やっぱ中学校入ってから、まあ、その試合も見に行くし、その J リーグだったりそういうの見に行って、まあ、やっぱそこを目標にするようになりましたし、まあ、その高校生に入って、まあ、やっぱ西登録した時点で、まあ、そこは本当に絶対になりたいなっていう強い気持ちは持ってました。ありがとうございます。まあ、高校生 J リーガー、高卒で J リーガーになるっていうのは、まあ、ある程度いますけれども、高校生 J リーガーというのが日本の中でも数少ないと思います。そこで注目されることについてはどう捉えてますか？その注目っていうことを、まあ、緊張で捉えるんじゃなくて、まあ、その状況を、まあ、楽しめるように、まあ、自分としても、まあ、気持ちのとこだったり、まあ、プレーのところだったりも、まあ、自信をつけていきたいなと思ってます。年末には、まあ、高卒で入る笠柳君と、対決することがありました。まあ、身近なライバル、こちらが争いの上でのライバルと思うんですけれども、まあ、そこで感じたこととか、まあ、なんか感じたことを教えていただければと思うんですけど、まあ、やっぱりその一緒にプレーしてるだけあって、まあ、仲いいので、まあ、その笠柳選手には、まあ、負けたくないと思いますし、まあ、一緒にプレーしても、まあ、楽しいと思うので、まあ、そこはみんなとコミュニケーションを取りながら楽しくやりたいなと思ってます。改めてどういう J リーガーになりたいと、考えてますか？まあ、やっぱりプレーもそうですし、まあ、人間のところも、まあ、そのお手本とされるような選手になって、まあ、やっぱりその長く、まあ、すぐ潰れる選手もいると思いますけど、まあ、長くプレーを続けて、まあ、そのカズさんのように、まあ、長くできるようにしたいなと思います。ありがとうございます。校長先生にもちょっとお聞きしたいんですけれども、まあ、西登録からプロってなると基本、まあ、平日練習、午前中練習っていうことになると思います。学業との付き合い方っていうところですごく重要だなと思うんですけど、学校側として、まあ、考えていることとかサポートとかあれば教えてください。はい、まず基本的にはですね、本人のやっぱり、やる気というんですか、取り組む姿勢が大事だというふうに思っています。まあ、実は阿部君には将来的にこういうふうなチャンスがあるということを1年ほど前に少しだけお話をお聞きしておりましたので、佐賀県にですね、同じように、高校在学中に J リーガーになった選手がおりましたので、そちらの方に電話をして、どのようなサポート体制を敷かれましたかとお聞きしたんですけれども、特別なことはしていないと。ただやはりその J リーガーになった選手が、
学校に来た時にはとにかく先生を捕まえて自分から教えてください教えてくださいと来るので、先生たちもまあこいつならしょうがないなというそういうふうな思いで自分の時間を割いて快く教えていたということをお聞きしました。おそらく同じような形になるかというふうに思っています。そしてやはりその空き具合によってですね、これはまあ本人が求める部分だけでは足りないということであれば、特別に時間を作って放課後の時間に時間があるときにですね、個別指導したりとか、そういうふうなことはしようと思っています。でこれは特に阿部君だけではなくて、他にもさまざまな事情を抱えてですね、授業出れなかったりとかいう生徒たちもおりますので、個別できちんと進級して きちんとした学力をつけて卒業できるように、サポートしていきたいというふうに思っています。まずは本人のやる気をぜひ持ち続けてほしいなというふうに思っています。竹村さんにもちょっとお聞きしたいことがあって、阿部選手、去年、ボランチで勝負したいということでしたけれども、去年は結構前めのポジションでトップチームでは出ることもあったと思います。で今年のチーム編成見たら、ボランチの選手結構更新してて、でサイドハーフは若干入れ替わりがあるという中で、監督コーチとの考えもあると思いますけれども、強化部としてはどこら辺で活躍してほしいなという思いがあるんでしょうか。その本人も先ほど言いましたがボランチっていうところまで考えてるっていうのもありますけど、まだ若い選手なのでいろんなところでプレーさせて、どこが適正なのかっていうのを確かめる時間でもあってもいいのかなとは思ってますね。今の世代一つのポジションじゃなくて一つ二つできる選手の方が多分重宝されてるっていうところもあるので、そういったことを含めやっていってくれればなと。でその先にじゃあどこが適正なのかっていうところを見極めればいいかなと思ってます。ありがとうございます。竹村さん、森保さんも絡んでくることになると思うんですけども、もう1年高校年代でやって、試合に長く出てもらうという選択肢もあったと思いますけど、その中であえて、プロに入ってほしいということを、になった、思いとか経緯とかそこら辺を教えていただければなと思います。先ほど言いましたけど、クラブのビジョンとしてやっぱりアカデミーに、今力を入れている中で、本来であれば高校卒業してプロになるっていうのが多分日本の中では、普通の流れだと思うんですけど、やっぱりこう今やはり長崎っていうクラブがしっかりしてきて、アカデミーもすごく構築されている中 のお互いの成長が1年早かったっていうのを僕は認識しているので、その中で先ほど言いましたけどより今日の本人の成長を考えてっていうところを考えました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。続いてご質問のある方は挙手にてお願いします。じゃあ、NBC ラジオ笹野さんお願いします。 NBC ラジオの笹野と申します。よろしくお願いします。阿部選手プロ契約おめでとうございます。まず昨年引退された玉田さんの引退会見でも阿部選手のお名前が出るぐらい目をかけてもらってたと思うんですけれども、玉田選手と一緒にやってみて学んだこととか吸収したこと、実際に取り入れていたことって何かありますか？玉田さんとは本当にすごく話していましたし、その練習の中でも、その紅白戦の中でもミスしてもいいから、どんどんボール受けて、逆にミスした方が、その次の成長につながるからっていうことを、練習の中でも言われてましたし、このプロ契約できて、更新あった時も、タマさんから連絡もらって、いつでも相談してこいよっていうのはもらいましたし、本当に練習の中でも、タマさんをお手本にしていて、ボールの置きどころ、置きどころだったりっていうのは本当にたくさんお会いしていました。その実際にミスした時に玉田選手や他のプロの選手の皆さんと練習することによって、ミスした時の考え方とか次への切り替え方っていうのは変わりましたか？やっぱりそのミスしてって落ち込むんじゃなくて、そのミスしたから次どうしたらいいのかっていうのは本当に考え方も変わりましたし、次
その見失いためにどういう準備が必要なのかっていうのは本当に考えるようになりました。今回阿部選手のプロ契約締結が決まったということで、長崎のサポーターさんが長崎の未来だっていうふうに喜んでらっしゃる声も多いですけれども、阿部選手が描くプロ選手としての未来はどんな絵ですか？やっぱりその日本もやっぱりさっきも先生方言ってらっしゃいましたけど、その日本を代表するように代表するような選手になれるように、まあ、そのやっぱりさっきも言いましたけど、ちっちゃいことの積み重ねが本当にそうなれると思うので、まあ、その日本を代表できるような選手になりたいなと思っています。今県勢学院に実際に通ってらっしゃって、今その学校の中、他の部活、サッカーもそうですけど、野球とかバレーバスケで長距離いろいろとこう記録を残している部活もたくさんありますけど、そういった他の競技をやっている選手の皆さんに学校生活の中で刺激を受けている部分ってありますか？まあ、やっぱりサッカーだったら、まあ、その県でベスト4だったり、まあ、いろいろなバレーでも全国行きましたけど、まあ、やっぱりそのたくさんの鎮西学院のスポーツの部が全国だったりそういう舞台に立っているので、自分も負けないようにその舞台だったりも早くもっと上に行けるようにっていうように気持ちは持っています。最後に一つ、この会見でも私が一番びっくりしたのが、そうやって質問をしたことに対してすぐ自分の言葉でしっかり話せるところがすごいなっていうふうに感じてるんですけど、聞く力がものすごいあるのかなって感じてるんですが、学校の授業では何が一番好きですか、得意ですか？学校の授業では、まあ、あんまり得意な教科ないんですけどでもやっぱり、まあ、あんま発言とかじゃないんですけど、やっぱり体育ですそうなんですねでもその聞く力、話す力、本当に素晴らしい、選手としても大事な要素だと思うので、本当に頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続きまして藤原さん、お願いします。おめでとうございます。フリーランスの藤原です。まず阿部選手にお聞きしますけども、まあ、プロでやっていくにあたって自身のストロングというのは十分理解していると思うんですけども、ここからさらに高めていきたいところというのはどういったところになりますか？やっぱり、まあ、自分は本当今思っているのは本当に体もそうですし、まあ、そのやっぱり外国人と大事にした時だったり、まあ、体の差っていうのを感じるので、まあ、そのフィジカル面もそうですし、まあ、技術面も簡単なミスだったり、プロの選手じゃないようなミスを去年はしていたので、今年はそこも改善して、当たり負けしない体っていうか、世界を見据えた上でもっと戦えるような体を作っていきたいなと思っています。あと今回のプロ契約にあたって、アンダー18の中山山監督陣からはどんな言葉もらいましたか？もうやっぱり頑張れよっていう言葉と、まあ、今から厳しくなるから、まあ、そこもまあ、厳しいけど、まあ、自分で考えながら、まあ、相談したりもして頑張れよっていう言葉をもらいました。あとまあ、ちょっと後ろにいるんで話しにくいかなと思うんですけど、このミスター重工とも言われるお父さん阿部慎一さん、その影響っていうのは阿部選手などにはどういった影響を与えてくれたかっていうのがあります？やっぱりちっちゃい頃からお父さんのサッカー姿を見てきて、まあ、やっぱり怪我しないとこだったり、まあ、自分のケアっていうのは本当に家の中でもまあやってますし、まあ、そのサッカーを長く続けるためにも、まあ、自分のケアっていうのは本当に大事だなっていうのは本当に感じさせてもらいますし、まあ、食生活のところだったり私生活からは本当に、まあ、たくさん学ばせてもらってます。ありがとうございます。竹村、テクニカルダイレクターにちょっとお聞きしたいんですけど、竹村テクニカルディレクター前に、リファにおられた時に多分小3から、多分中2ぐらいの頃まで見られてたと思います。当時と比べて何か久しぶりに会ってここ変わったんじゃないかなとか印象ちょっと聞かせてください。そうですね、先ほど森保さんも言ってたんですけど、まあこの逸材を見た時に長崎のこの選手がいるんだっていうのは第一印象で、必ずこういう選手がプロになるんだろうなっていうのがあって、で僕がまあ
ちょっと離れて他のチーム行った時に高1の時の練習試合をたまたま見て、あ、間違いなくプロになるなっていうところで感じていましたんで、それがまあ本当に、ビハーレンのアカデミー のビジョンとマッチして1年早くやっぱりプロになってっていうのはすごいこれから楽しみですね、はい、ありがとうございます。それでは森保、アカデミー隊で期待を聞きたいんですけども、今後の、まあ、アベ選手なんですけども、まあ、プリンスリーグの公式戦も当然あります。トップチームの方もスケジュールというかどちらを優先しながらどちらを主にやっていきたいなというふうにお考えでしょうか。やはりトップチームで試合に出るっていうのが個人もそうですし、まあ、我々としても、まあ、一つの目標でもありますので、そちらは、トップチームということを第一優先に考えております。やはりそこで出ることによって、やはりアカデミーで今プレーしている選手たちの目標にもなりますし、やはり本人のこれからの成長、長崎を代表して日本を代表してそれから世界というところを目指していってもらいたいと思いますので、そういった部分ではやはりトップチームというところを大事に考えております。ありがとうございました。今日はおめでとうございます。ありがとうございます。その方が質問よろしいでしょうか。はい、じゃあ聞いてみます。阿部選手、おめでとうございます。おそらく最後の質問になると思うので、も少し柔らかい質問をさせていただきたいと思います。少し玉田選手だったり三浦和義さんのお名前が出てましたけれども、尊敬する選手だったり憧れている選手がいらっしゃったら、その理由も教えてください。まあ、本当に玉田さんは本当に憧れている選手ですし、まあ、身近でやらせてもらった彼にはその玉田さんを超えたいと思ってますし、その本当のタマさんの影響っていうのは自分の中でも大きいですし、そのタマさんからもらった学ばせてもらったことをこれからのサッカー人生で大きく生かしていきたいなと思います。本当に受け答えがものすごく今後大物になるんだろうなというふうな予感がするんですけれども、ご自身ではご自分の成績はどんなふうに捉えていらっしゃいますか。この質問されたことに対して答えることは、最初はあんまり得意じゃなかったですけど、まあ、自分も本当喋るのが大好きなので、まあ、こういうのはだんだん慣れてきて、まあ、こういう感じになったのかな。あと今後はフィジカル面も強化していきたいということで、やはり食事の面も大事になってくるかと思うんですけど、好きな食べ物ですとか、これまでに試合前に必ずこうお母さんが作ってくださっていた決まった料理などありましたら教えてください。好きな料理は、まあ、やっぱりハヤシライスで、まあ、試合前に絶対作ってもらっていたのは、まあ、ミートスパゲッティで、それを試合前絶対食べてました。どうしてミートスパゲッティだったんですか。やっぱり試合前っていうのもありますし、まあ、炭水化物をたくさん取るということもそうですし、まあ、自分が好きっていうのもあるので、たくさん水作りいただきました。最後に今シーズン、まあ、初めてプロとしてこのピッチに立つと思うんですけれども、この1年で改めて成し遂げたいことを最後に教えてください。まあ、やっぱり今年1年去年以上に、まあ、自分の成長っていうところもそうですし、まあ、結果にもこだわっていきたいと思って、まあ、その試合に出ることでやっぱりたくさん経験っていうのを積むことができると思うので、まあ、やっぱり試合にたくさん出て、そのチームの目標である J1 昇格っていうところに、まあ、自分も貢献できるように頑張っていきたいなと思います。はい、皆様ありがとうございました。それではこちらで阿部大成選手のプロ契約締結記者会見の方は終了させていただきます。これよりレイアウトを変更しましてフォトセッションの方に移りますので、ご多忙のところ恐れ入りますが少々お待ちいただきますようよろしくお願いいたします。では、参加者の皆さん一度お見せください。少しお待ちください。記者の皆さん少しご協力いただいて、机を後ろの方に下げていただいてもよろしいでしょうか。